ピコトンの内木です。一分間でお答えします。子供の想像力ってすごいじゃないですか。でも、なんか大人になるとしぼんでしまうものっていう。あの悲しい当たり前を変えたくて、子供のクリエイティブをテーマにしたピコトンを作りました。と、中学生ぐらいから集め始めたんですけど、靴のタグはかっこいいなって思って、始めてから。 えー、結構ブランドのこだわりとかがそこに詰まっているのでデザインに興味を持つきっかけになりました私があのゲームとかデザインしかしてこなかったんで起業してものすごい困ったんですよねそこでこの本に出会ってあの社長の在り方とかが分かってすごい助けられました結構困難でも笑えるのが最後にあったら頑張れるっていうのがあるので笑える方を選ぶようにしています 美術とか図工の成績ってあの算数とか国語に比べてちょっとやっぱ下に見られてるんじゃないかなっていうのが納得がいってないのでそこを変えたくって、えー、いろんなクリエイティブをテーマにしたイベントを行っています。